おお、なんか怖い。サイドミラーは入り口からすごいやん、もうすでにすごい、すでにすごいよ。長島地域、菜花の里っていうところでイルミネーションがすごいところがあるらしいので来てみました。お一人様2300円、金券が1000円ついてるんで、それで食事とかできるみたいです。中国人の観光客もいっぱい来てるぞ。20周年になっております。ライトアップされてる。ちょっと iPhone でも撮ってみようかな。どうやろう、撮れるかな。あれ、なんか焼きそば500円、金券で買えるのかな。お、焼きそば2つ買えるぞ。唐揚げもあるぞ。ベゴニアガーデンもおすすめらしくて、またなんか別料金になるらしいんですが、すごくいいみたいですよ。ブルー LED がすごい。わあ、すげえ幻想的。あ、色が変わってった。ブルーにね、ありました。足湯とかあるよ。まあ入る気はないですが。へえ、釣り。うまいやな。あ、とんかつ屋さんもあるよ。いっぱいチョイスあるな。おもはやし美味しそうやで、1300円。先から食べることばっか言ってますが、ざるそば850円、金券で食べれるよ。毎年テーマがあるらしくて、今年は日本らしいです。30周年、30周年って言ったっけ、20周年。素晴らしいな。 あ、色変わった。色が変わっていく。携帯だとね、画面で確認して見れるから分かりやすいけど、ちょっと若干色が白っちゃけるかな。もうちょっと色的にはオレンジ色っぽい感じかな。これ富士山じゃないの？これは上まで動く。え、なんなん？高いとこまで連れてくれてくれるってどういうことよ。でも写真撮影とかダメなんじゃないの？ベゴニア、ベゴニアの花がいっぱい飾ってあるってこと？おお、すげえ。おお、すごいやん。すごいやん。予想以上にすごい。すげえ。めちゃくちゃ綺麗。これは入った方がいいぞ。カメラでどんだけ伝わってるかわからんけど。これなんか1000円なんですけど、一応その食事のクーポンを使わずに1000円で入れるっぽいですね。うわ、すげえ。これはなかなかすごいな。あ、一つ一つも綺麗な。赤い花、ピンク、すごく綺麗に咲いてますね。ここいいね、ここもいいね。うわー、ここも綺麗。あ、めっちゃええやん、ここもすごい豪華。綺麗な、この上のやつがいいね。すごいすごい、すごいしか言ってないけど。あ、匂いもいいね。なかなかいい匂いするな。花の匂いもすごくいい感じ。食虫植物がめっちゃ大きい。でも大きさ感が出へんから、手でめっちゃ大きい。これほら、なんか室内のこういう明かりは iPhone がめちゃくちゃ綺麗に撮れる気がする。さっきのイルミネーションのところはなんか若干白っちゃけて、目で見た色と違う感じやけど、これは
目で見た色より少しだけ鮮やかな感じで撮れてますね。しかし綺麗、まあ、でもハート型っぽいね。ハート型にしてやるかどうかは曖昧やけど、ハート型っぽい。しかしかなりおすすめやなこれ。ちょっと譲ってきたな。もう一個あんのかな。あ、この白いのかわいいな。これめっちゃいいな。このピンクのもいいし、株ですごいことになってます。すげえ、ここもすごい、素晴らしい、すごいな。ちょうどタイミングよく誰もいなかったのが、めちゃくちゃ贅沢なカフェ。今ちょっと閉まっちゃってるけど、この中でお茶とか飲めたら最高やね。まあやな、こんな家置いたらもう部屋中えらいことになる。なんかこの微妙に回ってんのが綺麗な。ベゴニアガーデン、必ずここは絶対見るべき、絶対見るべき、うん、すごく綺麗、絶対おすすめです。ここは昼間かな、昼間綺麗かな多分。なんかもう明るすぎて若干電気屋さんみたいな、ホームセンターの電気コーナーみたいな感じになって、ちょっとここまで明るいと逆に普通に家やんって感じになっちゃうね。すごい、でも長いのはすごいな、すごい長い。どれぐらい正解やね。メガネをメガネを取ってちょうど良くなるという。うちの奥さんはメガネを取ってみたら綺麗よと言われました。まあ確かにいろんな線が隠れるのですごく綺麗に見えてます。おお、なんかやってるぞ。ジャパン、これで今ちょうど一周回った感じ。Thank you.
売店コーナーもあります。